エイミー・コニー・バレットは、アメリカ合衆国の裁判官、法律家。同国の高層裁判所判事などを経て2020年10月27日より、合衆国最高裁判所の賠席判事を務める。1972年1月28日、ルイジアナ州ニューオーリンズ生まれ。父方の高祖父が、アイルランド出身で、母方の高祖父が、フランスの出身である。 インディアナ州のノートルダム大学ロースクールを1996年に卒業し政治学の学士号を取得。1999年に法学博士号を取得し、保守派で最高裁判事のアントニンスカリアの下で調査官を務めた。また母校を含めた複数の大学において法学を教えている。両親ともにカトリックの家柄であったことも影響し経験な。 カトリック教徒であり、人工妊娠中絶を不道徳なものと考えるなど、アメリカ合衆国において保守的な立場とされる。2013年には、雑誌記事上で、命は受胎の時に始まるとの見解を示し、人工妊娠中絶を批判した。また2012年に最高裁が下した、バラク・オバマ政権による医療保険制度改革を支持する判決に批判的な立場である。一方で、 ドナルド・トランプ大統領が行った移民規制政策や銃規制緩和に対しては指示を表明している。2017年5月、トランプ政権下で第7巡回区構想裁判所判事に指名。上院司法委員会による公聴会では野党、民主党の議員よりドグマが大きく響いていると指摘されると自身の司法判断と信仰心は切り分けていると反論した。 結局、同年10月に上院本会議で賛成55、反対43で承認された。2018年6月に中道派のアンソニー・ケネディが最高裁判事からの引退を表明。この時はブレッド・カバノーが判事に補充されたが、この頃からトランプはバレットを最高裁判事に据える人事を見据えていたとされている。2020年9月18日に、 ルース・ベーダー・ギンズバーグ売席判事が死去したことに伴い9月26日、ドナルド・トランプ大統領がバレットを同職へ指名した。式典でトランプはバレットについて卓越した知性と気質を備えた最高裁売席判事に極めて的確な人物であると評した。しかしリベラル派の象徴であったギンズバーグの公認に保守派のバレットが指名されたことで、すでに保守派5人。 リベラル派3人と保守派が上回っていた最高裁判所の保守傾向がさらに強化されるとも懸念された。トランプと次期大統領を争っていた民主党のジョー・バイデンは1ヶ月半後に迫っていた大統領選挙の勝者がギンズバーグの公認を指名するべきであると主張した。一方でトランプの側も劣勢とされていた大統領選挙の巻き返しを図る意図があったと見られた。 いずれにせよ、承認に必要な採決を行う上院は、共和党が多数派であり、承認される可能性は高かった。この人事案の承認に必要な公聴会が2020年10月12日より、上院司法委員会にて開催された。その中でバレットは、事前に提出した冒頭陳述の中で、裁判所に対し政策決定や政治的判断を求めるべきではないと指摘し、 自分自身の政治的、宗教的立場に基づき司法判断は行わないと強調した。翌13、14日には議員からの質問が行われ、人工妊娠中絶やオバマケア、性的少数者、LGBTQ の権利などについての質問については、これまでの判決について個人的な意見を表明するのは不適当とした上で法の支配を重視し、 他の判決を覆そうという意図はないと述べるにとどまり、直接的に見解を示さず、回答を回避した。ただし、オバマケアについては、これを破壊する意図はないと言明した。また、11月の大統領選挙の結果が、最高裁の場で争われることになった場合、その協議に加わらないと誓うことを拒否。不適格者を定めた法律には従うと述べた。一方、 法的結論を今すぐには示せないと述べた。15日には外部有識者による審議が行われた。10月16日に公聴会は予定通り終了し、22日の委員会採決を前に民主党はボイコットを表明したものの共和党は予定通り行うと表明。結局民主党が欠席する中、上院司法委員会は 人事案を可決し本会議に送付。26日の上院本会議において、賛成52、反対48で承認を受け、翌27日の司法宣誓を経て就任した。共和党からの造反は、大統領選挙直前の承認採決に以前から批判的だったスーザン・コリンズ一人に留まった。夫は、ノートルダム大学ロースクール時代に出会い、 インディアナ州の連邦検事を務めたジェッセバレット。7人の子供のうち、2人は、ハイチ出身の養子である。また、夫妻の間に生まれた一番下の子供は、ダウン症候群を患っている。宗教団体である、崇拝の人々のメンバーとして知られる。ありがとうございます。